豆キュン。やんちゃなトーマス、はぐれちゃったよ。トーマス、お買い物に行こうか。はい。シリアルと洗剤。トーマス、ママのそばから離れないでね。うん。ママ、バナナも買って。ママ、バナナ買って。ねえ、ママ。あれ、ママ。どうしよう。ママ。ママ。ごめんなさい。トーマス、そこで何しているの？ママがそばを離れないでって言ったのに、バナナを見ていたら。まあ、ママとはぐれてしまったのね。ママ、ママ。トーマス、そんなにむやみに走り回っちゃダメよ。うん。でも、早くママを見つけなきゃ。そうね。でも、トーマスがそんなに動き回ると、ママを見つけるのは難しいわよ。じゃあ、どうすればいいの？ママとはぐれたら、ママが探しやすいように、そのまま待っている方がいいのよ。ママが来なかったら？誰かに助けてもらうの。おまわりさんも消防士さんもいないよ。トーマス、ここはスーパーだから制服を着たお店の人を探そうか。制服？あの人がそうだ。そうね、あの人のところに行って助けてもらって。どうやって？そうだ、ママに電話をしてもらうか、案内放送してもらえばいいんだ。そうよ、すごくいい考えね。うん。店員さん、お買い物に来たのにママとはぐれたよ。ママに電話してください。あら、そうなの？お利口ね。ママの電話番号を教えて。うん。あれ、どうしよう。番号、電話番号。番号を忘れてしまったのね。大丈夫。ゆっくり思い出してみて。ああ、わかんない。放送でママを呼んでください。あ、いいわよ。一緒においで。僕は5歳で、名前はトーマスです。わかったわ。5歳のトーマスくんのお母さん、案内デスクにお越しください。トーマスくんが待っています。もう一度お知らせします。トーマス、5歳のトーマスくんのお母さん、案内デスクにお越しください。確かにここにいたのに。トーマスくんが待っています。トーマス、ママだ、ママ。探したのよ。ママのそばから離れないでって言ったでしょ。ごめんなさい。賢いお子さんですね。ありがとうございました。行きましょう、トーマス。もう、トーマスはお買い物の時、よそ見をしたりママのそばを離れません。それから、もしママとはぐれることがあればすぐに助けてもらうことにしました。どう？みんなもちゃんとできるよね。はーい。チャンネル登録してね。